試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。試練が怖いとき、自警団任務の延長ですね。ミレニアム学園、音瀬小玉。ようやく見つけました。もう逃がしませんわ、あなた様。もう私のおそばから離れないでくださいね。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。SRT 特殊学園、ラビット招待の月雪都です。先生、ご指示を。説明や解説が必要なら私に任せてください。本の中の物語のように、私たちの物語が始まります。本の中の物語のように。自警団任務の延長ですね。私がお祭り運営委員会。本の中の物語のように。ゲヘナ学園、給食部のジュリと言います。本の中の物語のように、私たちの物語が始まります。黒見セリカよ。言っとくけど、私が一緒になる以上真面目にやってよね。説明や解説が必要なら私に任せてください。自警団任務の延長ですね。ミレニアム学園、最高のご奉仕を。怪我をされた方はいらっしゃいますか？冷たい水を浴びると気持ちまですっきりしますよ。先生も水遊びいかがですか？自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。怪我を
された方はいらっしゃいますか？怪我をされた方はいらっしゃいますか？最高のご奉仕をお約束し、ご主人様へのご挨拶といたします。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。セミナーの初期、牛尾ノアです。よろしくお願いしますね、先生。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。ごきげんよう。あ、ゲヘナ学園白衣の天使が、あなた怪我をされた方はいらっしゃいますか？お会いできて嬉しいです、先生。先生、冷たい水を浴びると気持ちまですっきりします。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。ミレニアム学園、本の中の物語、説明や解説が必要。ゲヘナ学園ごきげんよう。少女を美しくするのは。怪我をされた方はいらっしゃいますか？ SRT 特殊学園ラビット招待の月雪宮子です。先生、ご指示を。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。土木、建設、撤去、公務が必要な時はいつでも呼んでくれ。革命とストライキならなお歓迎だ。にはは、先生、
正義実現委員会、羽川蓮見、先生の指示をお待ちしております。ミレニアム学園、音瀬こたま。先生の声が聞こえたのでここに来ました。